はい、ということで皆さんこんにちは、みえでございます。では今回なんですが、 ANA オンラインチェックインを使って飛行機に乗ってみたいと思います。まあ、この ANA オンラインチェックインどういうものかといいますと、まあ、搭乗手続きと、ね、搭乗券の発行がスマホなどのモバイル端末でできるサービスになりまして、まあ、つまりあの空港にありますチェックイン機、あれで操作してチェックインするっていうのが主流だったんですけど、まあ、それをせずにスマホ一つで、全てチェックインができるというものになります。チェックインの方法のとしては、まあ、アプリを使うか、ウェブブラウザでチェックインをする方法なんですけど、まあ、今回はアプリを使いたいと思います。例えばアプリでやった方がスムーズですし、まあ、簡単だと思います。でアプリとウェブブラウザで特に必要なものは変わらないんですが、どちらもですね、 ANA マイレージクラブのお客様番号10桁、あとはウェブパスワードと搭乗日、便名、あとは確認番号9桁などが必要になります。ちなみに今回乗るのがですね、こちらの15時発の大阪伊丹行き ANA31 便になっています。時刻は現在2時ちょっと過ぎたというところなので、まだ余裕はあるんですが、このターミナルの駅で実際にチェックインをしてみたいと思います。で、アプリを立ち上げますと、こんな感じです。 ANA のね、すでにオンライン会員である方はログインをしていただいて、まあ、オンライン会員ではないゲストの方はですね、予約紹介という方を押していただければと思います。僕はまあ会員なので一応ログインを押します。そうしますとお客様番号10桁と、まあ、ウェブパスワードを聞かれますので、これを入力します。はい、こんな感じですね。これでログインを押します。そうしますとログインができまして、予約を読み込むというボタンがありますので、これをタップします。はい、そうしますとご搭乗のガイドということで、チェックインを開始するというのがあると思いますので、そちらをタップします。あと保安検査の締め切りまであと何分みたいなのが出てきますね。ちなみに座席はですね、もう指定がされています。事前に、ね、予約の時にも指定しておきました。紐付けをした際にですね、座席指定はアプリ上でもできるんですけど、予約する時にもう指定しておけば、ここはもう表示がされています。で、このオンラインチェックインをして、チェックインが終わったらこの真ん中ですね、モバイル搭乗券が発行されるというような流れです。で、ゲストとして利用する予約紹介をタップした場合はですね、ゲストの場合はこういった画面が出てきます。その際はですね、先ほど挙げた便名ですとか予約番号、あとは名前なんかをね、画面に沿って入力して一番下の検索画面をタップすれば、同じ画面にたどり着きますのでご安心ください。これでアプリ上で予約が紐付けられましたので、実際にチェックインをしていきましょう。ではチェックインを開始します。で、チェックインの対象選択ということで、まず搭乗者ですね、僕の名前が今出ているんで、僕の名前をタップします。で、次へ。で、フライト内容の確認ですね。ここで座席の指定や変更なんかもできます。またフライトクラスの変更ですね、ちょっとグレードを上げたりとか、そういったものもできそうです。で、マイレージですね、ANA のマイレージクラブに入っている場合は、マイレージクラブに入っている場合はここで自動で紐付けされるんですけども、新しく入力したいという場合はここで入力を行います。今回は大丈夫ですね。で、以下の内容を確認し、同意する場合はチェックをつけてくださいということで、内容を確認しました。これでチェックインですね。はい、で、チェックインが完了しました。これで OK ですね。で、チェックインができたので、真ん中の搭乗券の表示保存を押します。はい、それで、ウォレットですね。 iPhone の場合はこの Apple ウォレットに追加するんですけど、 Android の場合はですね、 ANA のアプリへの保管を行います。まあ、こちらも画面に沿って行えば大丈夫ですので、ご安心いただければと思います。で、フライト情報なんかも出てますね。搭乗口ですとか搭乗順ですとか、そういったものも出てますので、まあ、からここで確認をしますと。で、Apple ウォレットに追加、はい、で出てきましたね、Apple ウォレット。これで、右上の追加ボタンをタップします。で、一番下までスクロールしてチェックイン状況の確認円をタップします。これで大丈夫かな。これで閉じましょう。はい、これで閉じますと、モバイル搭乗券のね、さっき白黒になった部分がしっかり青くなりました。このモバイル搭乗券の表示というところをクリックすると、先ほどのモバイル搭乗券ができまして、そのまま塗れるということになりますね。あ、簡単ですね。ちなみになんですけど、このね、ウォレットから立ち上げても大丈夫ですね。ウォレットの中にしっかりと保管をされています。はい、こんな感じで非常にスムーズに ANA のオンラインチェックインとモバイル搭乗券の発行ができました。で、ここからはもう、乗るだけですので、早速ね、搭乗口の方に行きたいと思います。ということで、無事に保安検査場を通過しました。まあ、先ほどお話ししたように、ウォレットに表示されるね、モバイル搭乗券をゲートにある
機械にですねピッと読み取らせて通過するっていうような感じになります。なのであとは搭乗する際も多分チケットの確認があるので同じようにホワイト条件をピッとタッチして、まあ、乗るって感じですね。じゃあ早速ね乗っていきましょう。ということで大阪国際空港伊丹空港に到着です。まあ、降りるときは、ね、特にアプリ等は必要ないので普通に降りてきました。ということで今回は ANA のオンラインチェックインをやってみましたけど結構、ね、スムーズでアプリの中で全部完結できるのが本当にいいですね。操作も非常に簡単で、まあ、1,2 分あれば完了するのも非常に嬉しいかなと思います。ただ24時間前から、ね、チェックインができるので、まあ、年末年始ですとかゴールデンウィークのような、まあ、空港が混雑するときでもまあ、時間を気にせずにね行けるのはオンラインチェックインのいいところかなと思います。あとは今自動でね荷物預けもできますからかなりね時間的余裕なんかもできるんじゃないかなと思います。あとは個人差があると思うんですけど、まあ、空港でね搭乗券を発行すると紙が出てくるじゃないですか。まあ、保安検査通った時ですとか、まあ、搭乗口通過した時ですとか、まあ、こういう紙が出てくるので、まあ、完全なペーパーレスではないんですけどアプリ上でね全て完結できるのであれば個人的には完全なペーパーレスにしてほしいなっていうのはちょっとあります。結構今の名前とかが載ってるので、まあ、処分どうしようかなっていうのが僕うーんっていつも思うので、まあ、紙があることでね簡単に時間とか座席とか確認できるメリットがあるので、まあ、そこの感じ方は人それぞれだと思うんですけど、まあ、完全のねペーパーレスにするんであればもしかしたらアプリ上で全て完結できるようになるのかもしれません。でまあ、一応注意点としては、まあ、モバイル端末なので充電切れですね。充電が切れるとチェックインは当然できなくなってしまうので、まあ、充電に余裕がある状態で、空港に来るというのは結構望ましいかなと思います。あとはまあ画面の明るさも上げれるかなと思います。まあ、結構空港で見かけるんですけど、まあ、画面が暗くてですねちょっとコードが読み取れない人なんていうのもなんか係員さんが画面を明るくしてくださいみたいな感じで言われてることも結構遭遇するので、まあ、なのでいつもちょっとね覗き見防止とかで画面暗くしている方は搭乗するときだけ画面明るくしていただけるとスムーズかなと思います。本当にねご覧いただいたようにこのスマホでピッと搭乗口にやるだけなので本当にねモバイルスイカですとかそういったものと全く同じかなというようなイメージです。あとは出張とかですと領収書が必要になる場合もあると思いますのでちょっと領収書はね空港で発行する場合とウェブで発行する場合がありますので一応ねウェブの発行する方法をちょっとこの後簡単にご紹介します。はい、ということでウェブでの領収書の発行方法になります。まずは ANA にログインをしていただき、真ん中のですね画面のところに領収書というところがありますのでそこをクリックします。でそうしますとですね、このような画面に変わりますので、今回は国内線なので国内線をクリックします。そうしますと新たなタブが出てきまして、領収書搭乗証明書検索という画面に変わります。ここで領収書の検索ができますので搭乗日で検索をするか購入日で検索をするかどちらかで検索ができます。検索対象の年月ですね、何年何月というところを設定して検索するをクリックします。はい、そうしますと設定した期間に予約した便名が出てきます。今回9月に乗ったのは、この1便だけなんですね。今回は1便ですけど、まあ、何便も乗っていればここに2便3便乗った搭乗日と区間そして便名が表示されます。その中で該当するものの領収書を発行しますので内容を確認して選択をクリックします。はい、そうしますと領収書ウェブ表示サービスという画面になりますので、対象者が誰かそして領収書の宛名ですね、まあ、自分の名前を選択される方もいれば会社の名前で入れられる方もいると思います。はい、で入力をしましたら、領収書の表示をクリックします。はい、そうしますとウェブで領収書が発行されました。名前と金額あとは明細等も、表示されますので、まあ、内容を確認しましたら右上のですね印刷するをクリックします。はい、まあ、ここからは、Mac で使われている方 Windows で使われる方いろいろあると思うんですけども、まあ、画面に沿って保存をしていってください。はい、ということで無事に PDF でウェブ領収書が発行そして保存ができました。
まあ、これを使って、まあ、経費の精算ですとかそういったものに使うことができます。ということでこんな感じで発行ができまして、オンラインのチェックインから搭乗、そして領収書の発行までが一連の流れで完了できます。まあ、多分今後は紙がどんどんなくなって、こういうアプリとかを使ったオンラインのサービスが主流になっていくと思いますので、まあ、早め早めにこういう風に慣れていくといいのかなと思います。ちょっと簡単ですので積極的にね使ってみていただいて、わからないところはどんどんアップデートしていけばいいかなと思います。ということでこの動画はこちらで以上となります。また次の場所に移動したいと思いますのでよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。